ドルネク。どうも、ユーネクスト社員ドルネクプロデューサーの中 P です。今回 YouTube を通して皆様にお伝えしたいことがあります。11月の月刊ドルネクのゲストなんですけれども、ベビーユーズファンの高見奈さん、スーパーガールズの浅川奈々さんにお越しいただく予定です。この月刊ドルネクの中で推し売りという企画をやらせていただくんですけれども、この企画はゲストがこういうことをしてほしい、こういったことをしてくれれば自分の推し面は輝くよ、そんな皆様からいただいた企画を中 P 自身が事務所様に直接、交渉して実現する企画なんです。実はここにファンの皆さんからいただいた企画があります。何麻雀アイドルへの道、浅川拓海の目指せグラビアアイドル復活への道、箱の中身は何だろうか、私はあなたのオタクです。浅川拓海のドキドキにらめっこ対決。いやー、本当に皆さんたくさんの、ご意見ありがとうございます。中 P、 これを実現させるために今から、ベビーレイズジャパンの、高見さんが所属されるプロエンターテインメントさんに直接、交渉していきたいと思います。皆さん期待してください。行ってきます。はい、じゃあそれではですね、皆さん、はい、最後に番組の、企画について一つご相談なんですが、はい、まあ、高見さん本当にバラエティ番組でも大活躍されてるじゃないですか。ありがとうございます。事務所さん的にはどういうふうに思われてますか。いや、もっともっと頑張ってほしいもっともっと頑張ってほしい出ていけるように頑張らせたいなと思ってます。ああ、なるほどですね。推し売りという企画、はい、NG とかってあったりするんですか。あ、特にない。あ、本当ですか。一応あのファンの方から募集をさせてもらった、これが一覧に実はなるんですけれども、まあ、本当に一つでも多く NG なしでできれば、展開させていただけるとありがたいなというふうに思ってるんですけれども、特に見た感じは、はい、大丈夫だと思うので。マジですか。はい、ありがとうございます。箱の中身は何だろうなとかも、中身何でも大丈夫です。あ、もう一生懸命やってます。僕この目指せインスタグラマーとかもいいんじゃないかなとか思ってるんですけど。いいと思います。OK ですか。はい、収録させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、本当に。めっちゃ嬉しい。はい。ファンの皆さん、頑張ります、ドルネック。はい。デブロさん、優しいです。ありがとうございます。どうも、ユーネクストの中 P でございます。今日もですね、押し売りの企画、ファンの皆さんからいただいたものをレーベックスさんの方に今日は、確認をしに行きたいなと、行ってきますんで、皆さん待っててください。浅川さん、今結構女優業でも活躍されてるじゃないですか。バラエティとかってどうですかね。バラエティ、なんかその女優の、はい、もうちょっとずつこういろんな役とかやらせていただいてる中で、はい、なんか今までその、うん、まあ、女優から坂を知ったって人が違った一面見た時にあまりにこうギャップが結構なんかありすぎて、ありすぎて、あ、オタ芸とかもうバリバリやってたんですけど、それをちょっと最近封印していて、とはいえそのオタ芸に代わるそのバラエティ行ってた時の武器みたいなものが彼女の中でまだ確立できてないので、なのでちょっとこう出し惜しみせず何でもできるものは、はい、チャレンジさせて、うん、ちょっとそのオタゲに変わる新たな武器を、まあ、作れたらいい、はい、まあ、確かにオタゲはやっぱパンチありますよね。当時バラエティの部分でもまた新たな武器をじゃあ見つけるっていうところで、はい、すいません、今回の月刊努力がどこまで見つけられるかわからないんですけれども、はい、少しでも貢献できたらなと思っておりますので、はい、まあ、今回この月刊努力の方で新しく推し売りというコーナー企画をやらせていただくんですけれども、ファンの皆様から、たくさん実は企画をいただきました。実際に NG とかってあったりしますかね。まあ、ポッキーゲーム、ポッキーゲームはちょっとやっぱスレスレがぜひちょっとやらせていただけるとありがたいなと思ってるんですが、多分浅川が高見さんのことを溺愛すごい好きなんですよ、ね、下手したらもう浅川からガンガンキスまではできれば行かないでほしいかなっていう思いがあります、はい、もしやることになったとしたら収録で、はい、ちょっと僕がうまくコントロールしますんで、現場の中村さんのコントロールで、はい、ありがとうございます。信用して、ありがとうございます。着せ替え7、
ナナオちゃんですよね。世界のナナオちゃん。やっぱ私服とか見たいですもんね。でも実際のところはファンの方はやっぱり。ただ。ですけど、はい、浅川のその洋服のセンス。そうですよね。そっち。高見さんのイメージを、はい、こう浅川のセンスの何私服で持ってしまわないかが心配なんですけど。はい、高見さん多分センス良さそうだし。ここもぜひやらせてもらいたいです。浅川の。センスを信じるしかないのかな。他にも NG 何かありませんか。大丈夫ですか。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ行ってまいりました。レプロさん、そしてレベックスさん、両者ともに、ファンの皆様からいただいた、押し売りの企画ですね。しっかりと全ての曲に対してご快諾をいただきました。今回の交渉を通して感じたことは、本当に運営の皆様も番組を盛り上げようというふうに親身に皆様交渉のところで相談に乗っていただいたので、本当にファンの皆さんも期待しててくださいね。今後もこの押し売りは続けていく予定ですので、皆さんぜひご参加ください。以上ドルネック中Pでした。バイバイ。